台風3号の情報です。現在はフィリピンの東海上を東北東へゆっくりと進んでいます。中心気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートルで、強い勢力の台風です。この後も東寄りに進んで、サイパンやグアムの北の海上を通る見込みです。この台風、動きがゆっくりですから、高波の影響が広がって長引きます。明日土曜日の朝9時の波の予想です。台風の中心付近では6メートル以上の大しけが予想されています。そしてその北側に4メートル以上のしけの海域が大きく広がり、小笠原の父島は3メートル以上、そしてこの高波は沖縄の方にまで及んできます。南大東島でも3メートル以上の予想になっています。でさらにあさって日曜日の朝9時になると波が高まります。父島は4メートル以上のしけの予想、南大東島では3メートル以上が続く予想です。今後も台風情報をよく確認して高波に長く警戒してください。